どうもアヌビスです。今回は株式会社プリンシプル様よりご提供いただきましたペンケースをご紹介&レビューさせていただきます。この度はご提供ありがとうございました。動画の流れはこちらです。まずは商品の基本情報とファーストインプレッション、次に実際に中身を収納していきまして、使用感や気になった点をお伝えしていきます。そして最後にまとめとなっております。本題に入る前に、ヒーロー TV ではメーカーに忖度のない文房具の徹底レビューを幅広くしておりますので、文房具に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは商品の方を見ていきます。今回ご紹介するのはレンマという神戸の革製品を取り扱うブランドの新作で、革職人により一点一点製作されたペンケースになります。以前同ブランドからこちらのペンケースを YouTube にてご紹介しました。結構人気のメジャーなペンケースなのでご存知の方も多いかと思います。レンマというブランドについては以前の動画でご紹介しておりますので、まだの方はぜひご覧いただければと思います。動画は概要欄に貼っておきますね。今回も前回と同じく真っ白で高級感漂うシンプルな化粧箱に入って届きました。サイズは少しコンパクトになってますね。中央にはロゴが型押しされています。それでは開封していきます。おお、ふわっと皮のいい香りが広がります。これは皮好きにはたまらないですね。中には使用上の注意などが書かれたカードが入っています。こちらが今回ご紹介する新商品、フリースピリッツレンマプエルタペンケースになります。価格は税込み8800円。商品リンクは動画の概要欄に貼っておきますね。第一印象から上質な感じが伝わってきます。こちらは箱型の革のペンケースとなっておりまして、非常にスタイリッシュで上品です。大人の筆箱といったところでしょうか。サイズ感は思っていたよりもコンパクトですね。外寸はこちらとなっております。容量はペン10本の収納が推奨されています。動画後半で実際に中に文具を入れていきますので、その際にじっくりと確認していきます。プエルタの素材は牛革、人気のプエブロレザーとなっていまして、この和紙のような表面の風合いは植物性タンニンで舐めされた表面をこすって毛羽立たせ、真鍮ブラシで磨いた後に天然オイルをたっぷり染み込ませることで作り出しています。とてもかっこいいですし、このしっとりとした手触りがたまらない。空張りはナポリ、コッチネーラ、ブラック、オリーバ、コニャック、グリージョ、ペトロオリオ、タバコの8色展開。こちらはナポリというカラーになります。黄色みが強いブラウンといった感じでしょうか。こちらはご覧の通り革を立体的に折って箱型にしているのですが、中に芯材が入っていてとても強度が強く、しっかりとした作りになっているんですよ。そしてこのように表面がふっくらとした形状なのがプエルタの特徴の一つで、すごくよくできてるなぁと感じます。革は分厚すぎても薄すぎてもこの強度と安定感は実現しませんからね。この角の強度なんかはすごいですね。しかもこちらは1枚仕立てですので、非常に贅沢に革が使用されているんですよね。素晴らしい。こちらはご覧の通りファスナーではなくボタンで留まっています。ボタンは安心のクオリティと強度を誇るプリム社製の真鍮ホックが使用されています。表面には特に刻印もなく非常にシンプルですが、いいアクセントになっています。開けるとこちらにはプリム、イタリーと刻印が入っています。いや、こうやって見てると縫い目も綺麗ですし、この側面の小刃処理もしっかりとされていて品質が高いですね。では中を見ていきます。中は特に仕切りなどはなく、文具をポンポン入れていく、まさに筆箱スタイルとなっております。傷がついたら嫌なものは入れないように文具を選ぶ必要はありますが、結構こういったペンケースも使い勝手が良かったりするんですよね。こちらの側面も開くようになってますね。面白いな。あ、この内側の革なんですが、通常ですと結構毛羽立っていてポロポロ落ちたりするものもあるのですが、この辺りの処理も丁寧ですね。
手触りが滑らかでとてもいいです。そしてこちら、ペンケースの中にロゴが入った革が1枚入っています。ロゴが入っている方がプエブロレザーで、裏側は人工スウェードとなっていて、中心に芯材を挟む形で作られています。こちらはペンケースの底に敷いて使用するものだそうで、革の部分を裏返して敷くことでペンケースの強度を増し、人工スウェードでペンが傷つきにくくなるように職人さんが考えて作ってくださっています。こういった一手間と心遣いがとても嬉しいですね。では一通り解説し終わりましたので、次はいよいよ中身を入れて使用感などを見ていきたいと思います。ではまずはシャーペンを数本選んでいきます。1本目はこちら、ファーバーカステルバリオ L シャンパンゴールド。ドイツの伯爵家が経営する世界最古の筆記具ブランド、ファーバーカステルの人気シャーペン。全長が 154mm と長めのシャーペンですが、問題なく入ります。次はラダイトエバードロー。現状品薄で手に入りにくい状態が続いていますが、超書き心地のいい木軸シャーペンです。これははっきり言って名作ですね。こちらも入れておきます。次もシャーペン、プラチナ万年筆プロユース231。グリップにラバーが採用された樹脂軸のシャーペン。あまり傷などを気にせず使えるのがいいですね。ペン先はパイプスライド式となっております。もう一本シャーペン、カランダッシュエクリドールアーバン。軸にはパラジウムコートが施されているため、割と傷つきにくいんですよね。もうだいぶ使い込んでるので、あまり気にせず使っています。シャーペンはこのくらいあれば気分によって使い分けられそうです。では次ボールペンいきましょうか。サクラクレパス、サクラクラフトラボ007。細身で真鍮製の美しいボディ、まさにこのペンケースにもよくマッチしているペンなのではないでしょうか。ツイスト式でインクは水性顔料ゲルインキ。次もボールペン、パイロットアクロドライブ。アクロインキ搭載で圧倒的な書き心地の良さを誇るツイスト式のボールペン。高級感もあふれていますね。こちらも入れておきます。あとフリクションも1本入れておきたいので、パイロットフリクションポイントノックビズ。ペン先にシナジーチップが採用されたケセルインクシリーズ、クリップスライドノック式のボールペンです。そして多機能ペン、オートブルーム3-in-1。細身でコンパクト、ペン先にはニードルチップが採用されたフリコノック式の多機能ペンです。あとは定規や新ケースですね。消しゴムも小さめのものなら普通に入りますし、スマートに収納したいのならスティック型のものもおすすめします。では閉じます。これだけ入れてもまだ余裕がありますね。すっきり締まりました。フォルムも美しいままです。それでは一通り使用しましたので、レンマプエルタの良かった点からまとめます。質感が高くかっこいい、香りや手触りがいい、空張りが豊富、コンパクトで持ち運びやすい、収納力がある、経年変化を楽しめる。次に気になる点ですが、まずこのペンケースにはペンホルダーなどが採用されていませんので、どうしても中で文具が動いて擦れてしまいます。収納するものはある程度絞る必要があります。それからこちらのボタンです。中身をしっかり入れてやらないとボタンが留めづらい。中身があまり入ってない状態だと革がふにゃっとなってボタンが留めづらいので、ある程度中身を収納する必要があります。しっかり入れてれば何の問題もなく使用することができます。気になったのはこれくらいです。今回はフリースピリッツの新商品、レンマプエルタペンケースのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。この上質な革と職人の技が織りなす立体的な形状、丁寧な仕事で仕上げられたシンプルなペンケース、見事ですね。デザインもいいし、空張りも豊富ですので、学生の方から社会人まで幅広く使用することができます。本当におしゃれでかっこいいペンケースですね。レンマプエルタペンケース、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回は以上となります。
この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。